こんにちは。おふでちゃんこと書家の田坂邦代です。かっこよく書くワンポイントお伝えいたします。今日はいつもと違って最初に活字を見ていただきます。目とぬです。重ねてみるとよくわかりますが、最後のくるっとした丸があるないだけの違いのように見えますよね。フォントは違ってもやはり同様に、このように2つはほとんど同じ、最後のくるっとした丸が違うだけと思ってしまうと思うんですが、手で書くときはこの2つが全く違うというお話を今日はします。目とぬ、中心がどこを通っているか見てみましょう。実はこれぐらい違うんです。目の中心はこの交差点ですが、ぬの交差点は完全に字の左半分に収まっています。また字全体の大きさも目の方が少し小ぶり、ぬの方が少し大ぶりです。なぜこのようになるのでしょう。それは元の漢字を考えるとわかりやすいです。このように女という字から発生しています。ぬは同じように女編ではありますが、やっこという字ですね。つまりこのような形になってきた、そういう歴史があるために現在のような形になっています。目とぬ、全く似ていないと申し上げたのはそういうお話です。書くときにちょっと意識なさってみると楽しいと思います。ありがとうございました。また次回ご一緒に書きましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。